そこに入って成功したって人聞いたことないですが。成功のかん、いや、でも夢を叶えてる人や、いっぱいいますからね。ルイルイっていう人が、あなたの情報の取り方が多分、こう、偏ってるんだと思いますね。あと、成功するか否かみたいなことだけを考えてる人って、俺、新しい扉を開きましょうって言うんだけど、こういうルイルイさんみたいな人って、新しい扉を開くのがもう大冒険。ルフィが海賊船に乗って、こう、グランドラインに行くぐらいの大きい大事だと思って捉えてるんですよ。だから成功とか失敗にこだわるんですけど、こんなことをずっとも成功するか失敗するかしかっていう尺度を、この尺度しか持ってない人って成功しないんですよ。なぜなら、成功にこだわるから失敗が怖いんですよ。俺ま、全くの成功したいとも思ってないし、だけど人と話すのが好きだし、コネクションをたくさん持つことが自分にとって楽しいし、嬉しいし、だから、一歩も二歩も三歩も踏み出せるんですよ。でも、成功する人聞いたことないですね、とか。成功した人いるんですか、みたいな。あ、もうそんな人はもう本当成功しないから。はい、もうこのルイルイさんはブロックしていいです。マルチ。俺がマルチの会員みたいな話し方ですねって言ってるんで。どうぞ、二度と現れないでください、僕の前に。あなたみたいな人は本当に大嫌い。僕の人生に関わらないでください。本当に。全く必要ない。全く必要ない人です。あー、来ました。アンガーコントロール。アンガーコントロール。出ました。いや、ルイルイさんごめんなさいね。ちょっとアンガーコントロールを使いたいがために、ちょっとルイルイさんを餌食にしてしまいました。本当はそんなに怒ってないんです。ルイルイさん、気を悪くされたら申し訳ないです。でも、ルイルイさんみたいなひがみ根性の人は、マジで、こっから本気ね。マジで関わんないでください。笑いながら言いますけど、ルイルイさん、マジで関わんないで、俺に。二度と私の目の前に現れないでください。まあでもまあ、入りたい人だけ入ればいいので。で、実際うちのサロンメンバー1000人いるってことは、1000人の人は、今のところ、大人の小学校というオンラインサロンを楽しめてる人なんでね。でも、僕はできるだけ多くの仲間が欲しいので、今、こうやって YouTube で毎週この時間に来てくれてる人は仲間になり得る人だなと思ったんでお誘いしました。で、この11期生逃すと12期生っていうのがまた夏ぐらいに募集あると思うんですけど、できるだけもう入ろうと思っている人はできるだけ早く入った方がいいと思いますね。そうそう。ええやん。大人の小学校、あ、そうだ、ええやんね。大人の小学校の話をしたってええやん。そうそう。ありがとうございます。ざわさん。ざわざわさんか。